イケメンは時が流れてもイケメンだな、ええー、高広。5年前の神眺め爆池を宝ショット公開。エグザイルの高広39が12日までにインスタグラムを更新。5年前の爆池ショットを公開した。この日、高広は懐かしい写真が。もう5年前ですって。は、早い。日々を愛じに生きようと綴り、 5年前のモノクロショットを公開。写真の高博は T シャツにジャケットという姿で、風に吹かれているよう。クールな横顔が決まっている。高博さんはこのところ単発スタイルが定着していますが、今回公開した5年前のショットは、前髪眺めのやさ男風ヘアです。単発だとワイルドな印象の高博さんですが、前髪が長めだと雰囲気がガラリと変わり、 別人のようですね。女性誌ライター。高博の爆池過去写真にファンからは全然5年前なんて思わないくらい今と変わらないですね。いつもかっこいいずっとお若い、髪眺めの高博さんもかっこいいです。いつの時代もかっこいい高博高博くんはますますかっこよくなってる。歳を重ねるたびにかっこよくなる高博さん素敵です。イケメンは字が流れてもイケメンだな。 と絶賛の声が寄せられているむしろどんどん若くなってるよ。採取らない魔法にかかってるの。との反応も上がっている高広のモノクロ写真。衰え知らずのルックスを保つ秘訣が知りたいところだ。